ネッシーと間違えられたウバサメ。みんなウバサメって知ってる？体長10メートルくらいでプランクトンなどを食べるサメだよ。大きい口で見た目は怖いけど、この大きい口で海水ごと飲んでプランクトンをこし取って食べるんだ。ところで昭和52年に日本のマグロ漁船がニュージーランドの沖で首長竜みたいなフランシュタイを釣り上げたんだ。え、これネッシーじゃね？やばいよこれ、となったんだけど、腐った死体を持ち帰ったら他の取った魚まで腐っちゃう。それでその死体は捨てちゃったんだけどね。でもヒゲみたいなものの一部を日本に帰って分析したら、その死体はウバサメに近い生き物ってことが分かったんだ。ウバサメの死体から下顎が取れるとちょうど首長竜みたいになるんだって。ネッシーと思ったけど全然違ったんだね。でもいろんな意見もあって、これはウバザメじゃねえよっていう人も多いとかっていうのも補足しておくね。じゃあまた見てね。よろしく。